皆さんこんにちは、賃貸まさきです。本日は奈良市大安寺にございます素敵な 1LDK のお部屋のご紹介となっております。まずこちらがですね、玄関のスペースとなっております。こちら入ってきていただきまして、こちらにですね、トールタイプのこのようなシューズボックスがついております。中の方もこういう形ですね、お持ちの靴をしっかりと収納していただけるようになっております。そしてこちらがですね、人気のカウンターキッチンのタイプとなっておりまして、パネルはおしゃれな木目仕様となっております。収納の方もこういう形で大変出し入れをしやすいですね。コンロの方はかっこいい二口、コンロですね。そして、グリルの方もついております。この透明な、ね、パネルもとってもおしゃれですね。上のレンジフードも大きくてスタイリッシュなデザインとなっております。また温度調節の方はこちらでね、していただけるようになっております。こういう形ですね。そしてこちらのキッチンの後ろの方にですね、冷蔵庫、そして食器棚なんかも置いていただけるスペースも確保されております。でこちらの面がですね、こういったアクセントクロスになっておりまして、大変ね、締まったかっこいいお部屋の仕上がりとなっております。そしてこちらにはですね、なんと扉付きの嬉しい室内の洗濯機置き場がございますので、こういう形でですね、隠して使っていただくことができるようになっております。またこちらお顔が見えるモニター付きのインターホンもこのようにしっかりとついております。またリビングの方にはですね、エアコン、そして各お部屋には照明もついておりますので、初期費用もね、大変抑えられますね。リビングのキッチンのね、後ろ側もこれだけ広さがありますので、ソファーなどもゆったりと置いていただけそうです。で気になる水回りの方がこちらですね。トイレがこちらですね。このようにね、鏡もついておりまして、自動でこのように、蓋がね、開くシステムになっております。もちろんウォシュレットも完備しております。さらに、こちらにはこのような独立の洗面台がございます。この鏡のね、後ろが収納になっておりまして、三面鏡としても使っていただけます。もちろんシャンプードレッサーもついております。で浴室もこちらになっております。肩までしっかりと使っていただける、追い焼き機能付きの浴室ですね。パネルの方も、少しこう凸凹がありまして、とってもおしゃれで清潔感がありますね。上には浴室乾燥もついておりまして、こちらのボタンでお洋服をね、乾かしていただいたり、機能的にね、使っていただける浴室となっております。そして、お隣の洋室の方がこちらですね。床も木目調で、いろんな家具にね、合わせやすそうです。バルコニーは、こちら東向きですね。こういう形で、はい、お洗濯物もしっかりとしていただけるようになっております。さらに、収納の方がこちらですね。こういう、扉が、ね、ないタイプになっているんですけれども、しっかりとこのように奥行きがございますので、お洋服だけではなく大きなお荷物も入れていただけそうですね。ね、サイズ感も見ていただきたいと思うんですけれども、こういう形で、はいね、高さも、ね、しっかりとある収納スペースがついております。周りはですね、大変静かな住宅地ということで、単身さん、新婚さんにもおすすめの物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸お先では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。奈良のおもてなし奈良心、賃貸お先では広告キャンペーンやネット予約サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。